はい、皆さんこんにちは、アポロンです。今回も塊魂プレイしていきます。ロボコスも結構来たかな。半分は来てるな。太陽をつく、これは重要っぽい。あ、ロボのエネルギーは残量ゼロ。でもずっと言ってるからな。あ、畳の目の数を数えるというすごい渋いことをやってるのか。畳とかあるか、この部屋に。畳の部屋があるのかな。ずっとここにこもってるわけじゃないのか。うわ、いきなり9分長800m、 かなりでかい。ほうほうほう、エネルギーのあるもの、なんだろうな。2ポイント、エネルギーあるよな、これは。バナナ。まず果物かな。お、これもいい。金。金塊図ってなんだ。金塊図。ああ、そういうことか。お、すごいぞ。ダイヤモンドとか落ちる。あ、ダイヤモンドめっちゃある。これ、力にならないかな。あ、これ欲しい。ジャンプしないと無理かな。あ、早いな、でかくなるのがやっぱ。800m だから相当でかくないと。うん。こいつらぐらいだったらもう。おぉ、考えてる。この街は来たことあるかな。あ、あいつはいける。なんだあいつ。なんだそんだろう、あいつは。あ、ここか。あ、ここか。なんかお金を集めるところか。マトリョーシカがいっぱいある。お、もう、でも、詰まり始めた。うわぁ、重っ。で、ここには、あ、人はどんどん巻き込みたい。おぉ、ちょっと、え、天使がいる。帰ってきてる。天使がいるな。こいつらを巻き込んで。うわ、なんか変なもん巻き込んだ。虎の毛皮？こいつらはジャンプしたの。なんでこいつら。人がいけるな。なんだこれ。あ、プレゼントある。よし、プレゼント取って。こいつが邪魔なんだよな、プレゼント取ったら。ロボットが、あ、何メートル、3メートルで、あ、他の町つながってんのか。お考えて、ここすごいやつ多いな。サーフィン、プールでサーフィンしてんのか。迷惑にも程があるだろう。うわ、ここも通れないか。カンガルーで、なんかこれ米だわ。あ、タルか。もうめっちゃね、あー、すごい、関取すごいな。あ、関取も来た。関取来たな。最初にいた関取だよ。天使も巻き込みたいんだが。12メートル以上って書いてある。でかい、でかい。すげえでかい。エネルギーでもそんなに溜まってないな。エネルギーはなんか違うのか。こいつとかエネルギーになるから。泥棒はエネルギーになるから。天使とかどこ行ってんだ。天使とかめっちゃエネルギーになりそうだけど。なんつってんだ、インド人。シャンデリア。行くか。うわぁ。ここ、あ、ここか。フェース上。あ、でかいわ、これ。うわ、こんなんだったっけ？違うな、これ。新しい街だな、これは。すげえのがいるわ。サンタ飛んでる、サンタ。シンゴ。うわ、広いな。さすがに。でも、800メートルって言ってたから、これどころじゃないんだろう。あ、なんかある。なんだろう、これ。どっちだろう。取れない。
どっちかな。取れない。あ、来た来た。あ、これか。巻き込みタイムか。12メートル。羽ばたけ。うわ、ガンガン行きたい、ガンガン行きたい。うわ、詰まってはしまった。ガンガン行こう、ガンガン。なんだこれ。うわー、でかいな。これ20メートルか。すごいな、800。でもあと4分だ。ペース的に遅いか。うわ、すごい。補充の塔。なんだこの。どこはどうなんだ。クソ、補充の塔が邪魔だな。キノコスタジアムみたいな。サッカーかな。人たちって書いてある。これ800いけるかな。最初はちょっとスローペースだったかもしれない。うわ、家真っ暗。家は、家はでかい、家はでかい。人たち、これゴミのようだ。みんなってやってる。みんなって。お、未確認生物来た。ネッシーだろうけど。ネッシーだろうな、このシルエットは。でかいわ、でかいわ、今回は。この世界すごい。うわ、すごいわ。広い。最初のとこどこだ？なんかタコが、キングコングみたいなことやってんな。でかいわ。60メートル以上。どこでも行ける。なんだあれ。なんだろうね。飛行機も飛んでるし。ああ、ロケット施設か。ヒューストンかな。わあ、ロケットが飛んできやがった。うわあ、ディズニーランドか、これ。まだ、まだ巻き込めない。ビルは行けるようになった。ゾーンとか。あ、これ、こんな、ハリウッドか。なんだ。大仏まであるけど。すごい世界だ。でかいでかい。あ、このビルまだ無理か。これなんだろう。ガスタウン。あ、怪獣がいる。なんだこいつ。大仏も回収して。もっと広い世界に行かないとダメかな。あるな。こっちか。あ、砂漠もある。なんだあの寝てる。誰が寝てるんだろう。あ、大仏が寝てるのか。あ、スフィンクス。すげえ。めっちゃ広いな。めっちゃ広いかと思いきや、なんていうか、普通の街もあるんだ。なんだこれ。プテラの卵ってなんだ。プテラが飛んでるな、確かに。あと2分。130メートル全然足りないぞ。足りねえ、足りねえ。足りない、足りない。観覧車も。おお、だいぶ切れる。なんだこれ、でかっ。恐竜？おお、すごい。雪の街。氷の街か。氷の国か。うわぁ、火の鳥がいる。火の鳥。お、なんだこれ。なんだっけ。ドイツの城かな。なんて言ったっけ、あれ。あ、でもあと1分。あと1分か。もう一回やり直したくはないな、この。うわぁ、でかい。でかいんだけど、まだな、半分もいってないっていう。マジで。マジで。全然でかくならない。半分だぞ。お、足雲。あ、これ来るか。もう一回ぐらいなんか欲しいんだよな、あの、集めるやつが。わ、こっちもある。もうでかくなる、でかくなる。
おお、すごいすごい。渦潮まで巻き込んでる。火山。あ、これ大陸巻き込めないからな。400か。早めと、なんだこれ。なんだこれ。まだまだあるな。鬼ヶ島っぽいのもある。鬼ヶ島巻き込めない。でかいけど、もう終わりだから。でかいんだけど、もう終わりだから。怒られるな、これは。くそ。くそ。はいはい、終了で。切れすぎだから。で、あっちか。こいつは無理だよな。何なんだろうな、これ。あ、ここにあったのか。これがなかったから。これがあったのか。これ取ると全然違うからな。取らないと取るじゃん。どうなってる？来た来た。でかいでかい。あと2分で170っていうのは結構いいんじゃないかな。なんだこれ。なんか戦ってるっぽかったな。機械のガンダムみたいなやつ。ダイモンジャギ。ウクリリか。うわ、フェニックスがなんかタンカーを連れていってんのか。お、なんかいたか。すごいよな。来た来た来た。あと2分もある。わ、楽しそうなところだ。わ、タンカーもいけるのか。なんだこの島。木森、あ、木の森ってことか。でかいクジラがいるな。わか。ちょっとこっちは無理だな、まだ。あ、火の鳥もいつまいか捕まえてるな。でかすぎる。500か。あ、でも意外にあれだな。でっかいあれもいる。お、タツもいる。なんか日本昔話に出てきそうなタツが。うわ、汚いな。この島が汚い。最初のとこどこだろうな。もう見えない。あ、800いった、800いった。でかすぎるわ。わあ、気持ちいいな。気持ちいい、この面は。なんだこれ。オートマチック塔。お、鬼が小さい。なんか戦ってんな。退治してる。虎男。兄弟割るタイガー。うわ、でかいわ。クジラアームみたいな。おお、なんだこれ。ダブルドンとかなんか名前ついてる。30。まだいける、まだいける。うわ、重っ。まだいける、まだいける。なんだこれ。台風かな。白くん重いんだよな、多分。マッスルマン欲しい。デカペンギンも欲しい。あ、どうだろう。結構良かったんじゃないかなとは思うんですけど。なんか失敗するのが当たり前になってきたな。一回は。うん。でかいんだな、やっぱりこいつ。なんか王子もでかく見えるけど。大自然か。植物、雲。いや、わからない。70か。
サイズ小さいのか。マジか。なんだこの声。結構取ったけど。で、こいつが鹿を。なんだ、バグってないか。ないない。もし、太陽作るって言ってたから。あ、パノラマ太陽。おお。まだ、太陽作ってもまだ。お、来た。久しぶりに。届け、兄の愛。こいつの昔か、これ。何があったんだろう。あ、戦ってたかな、確かに。でもなんか終わりっぽい。こんな近くで。ジャンボーマンか。なんだ。意味がわからん。意味がわからん。相変わらず。はい、ということで今回の動画はこれで終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方は高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter の方もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。